はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はね、クラン対戦リーグとかから、タウンホール12のね、攻撃をちょっと1個、見てもらいたいと思うんですけども、こんな感じの配置。まあね、最近結構その星3を取らせないような、まあ、全開対策陣っていうのが、タウンホール12だとまあ主力になってると思うんですけど、それでもまだね、こういう、いわゆる回廊配置っていうのがたまにこう出てきますよね。で、たまに来るからこそね、なかなかこれ攻めにくくて、まあ、失敗しちゃうっていうケースがあると思うんですけど、まあ、今日はね、そんなことがないようにちょっとね、今回回廊配置をきれいに攻略しているあの動画があったんで、一本紹介してもらいたいなというふうに思います。で、こういう回廊配置を攻めるときの、まず視点なんですけども、今回の回廊ってこれ一層回廊ですよね。要はこことここの間にここら辺オーシスが、まあイーグルはあるけどほぼないですよね。で、周りのここに一気にこう集中しているっていう単層の回廊なんで、こういう配置をね、狙う場合には、結構ね、バルキリーっていうのがやっぱ刺さりますね。壁の向こう側っていうのを攻撃する必要がないんであれば、もうバルキリーに一気にね、こうレイジやヒーリングをかけて、適宜回復をさせながらもう、スピードで一気に押し切っちゃうっていうような攻め方ですよね。で、ちょっと先言っておくとね、この攻め、逆走クイーンがしちゃってるので、少しね、プランがおかしくなっているように見えるんですけども、まあ、そこはね、ちょっとまあ置いといてください。言いたいことっていうのは、この逆走してあったとしても、このプラン見てもらって十分足りますので。で、バルキリーをこう出してきますよね。で、クイヒアもね、ちなみにもう、下側で、安牌ですね。クイーンを殺せるほどの火力がないので、これはもう、下側っていうのはもうほとんど使い物にならないですね。結構ね、単層の回廊だと、クイヒーをね、こう、どういったのかな、何も、補助呪文なしで回せてしまうような、火力の集中帯っていうのがないケースがね、結構多いですよね。多いので、まあ、なおさらクイヒーっていうのは回廊に一つ使いますね。で、もう一個は、やっぱりバルキリーとか、ボーラーですね。ユニットのコストを使って組む部分っていうのは。で、まあ、こんな形でね、非常にうまくこう、バルキリーがぐるーっと回ってきて、で、最後、タウンホールをこう落とそうということでね、バルキリーとアーチャークイーンがこう一緒になってタウンホールに向かっていくんですけども、これね、案外こういう、なんていうのかな、回廊配置、攻める場合には、下手にね、星2を狙おうっていう風に考えすぎない方がいいと思いますね。それやっちゃうと、サイドカットに必要以上にこう、ユニットを割かざるを得ないので、防衛側の割と思うツボになっちゃうんですよ。そうじゃなくって、もう多少ね、リスクはあっても、どういったらいいのかな、全開を狙っていけば、結構取れやすい配置になってくるので、もう花からね、全開狙いっていうのも十分考えていいと思いますね。で、まあ、今回のね、この攻め方のうまいところっていうのを、ちょっとね、ポイントポイントで解説していきたいなというふうに思うんですけども、どうやってね、この回廊陣を攻めるときには、ユニットを壁の中に入れるかっていうのがポイントですね。これ外回っちゃうと結構これはね、いろんなパターンで失敗します。なのでクイーンにしてもきっちりここでこう中に入れていく、まあ、逆走はしたものの外をぐるっと回らすことはしませんよね。で、こちら側今度バルキリーたちが出てきますけども、こいつらを出す場所っていうのも、しっかりこの壁の中に入っていくような、バルキリーの出し方をしています。これがね、非常にうまいところだと思うんですよね。今来ましたね。で、これも面白いですね。アイスゴーレム、アイスゴーレムおそらくね、これクイーンのクイヒの延命に使ったんでしょうけど、これタゲを取りながらさらにフリーズでこうね、シングル IT を固めるというね、まあ、よくこれ使う人もいるんですけど、こういうなんていうのかな、シングルインフェルノがね、割と壁の外側にあったりする場合には、まあ、こうやってアイスゴーレムを使って凍らしちゃうっていうのも結構いい手ですね。これ素晴らしいと思います。で、もうバーバリアンキングでしっかりここら辺をね、サイドカットしてバルキリーをこう中に入れてってますよね。でも適宜呪文を使ってもうバルキリーの突進力っていうのをもう最大限に発揮させていくと。これ防衛軍が処理できてませんけど、それよりもバルキリーの足の方が速いですね。で、ここのライドラ、これもね、なんか防衛室を壊さないから意味あるのって思うかもしれないんですけど、意味あるんですよ。これすごくバルキリーがね、こっち側にも多少こう走ってますけど、このいらない方向にバルキリーを走らせないようにするために、こうライトニングドラゴンを使って、外周の施設をこう、ね、削って、バルキリーのルートを確保するというね、そういう立派な役目がありますので、こういうなんていうのかな、ルート作りのためだけに、まあ、ストレージ系の施設を壊す、まあ、そういう目的で
ライトニングドラゴンを使うっていうのも主力部隊がねしっかり防衛施設を狙えるようなルート作りをするっていう観点からいくと結構効果的ですね。使っていくには十分足りるあのアイディアじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回ねこういう回廊に関しては、まあ、クイヒって結構使いますよっていうこと、あとは、ね、こういう単装の場合にはねバルキリーを一気に突進させちゃうという手が割と使いますよっていうのが2点目で、まあ、もう1点言うとすればここのね相手にもしもこう防衛施設があった場合っていうのはまあまあ服装の単、回廊なんでバルキリーよりもボーラーのがいいかもしれませんね。ボーラーに、ヒーラーなんかをつけて一気にこう、防衛の形で押していくというようなね、アイデアっていうのが割といいんじゃないかなと思うんですけども、あともう一点、まあ、強いて言うなればどうしてもねこういう回廊から星2を取りたいよっていう場合においてはね、まあ、ちょっと考えておくてっていうのが今回ここから、こうバスター出してますよね。でもこのバスターをね出す位置ここじゃなくって例えば今ねクイーンがこの辺掃除してくれましたよね。そしたらこの辺からバスター出すわけですよ。わっとそうすると当然こっちに向かいますよね。でタウンホールのところにレイジとフリーズをかけて、で一気にそこでバルキリーを暴れさせたりしちゃえば、まあ、タウンホールがね中心にあっても、まあ、それをほぼ確実に落とすことができます。なので、まあ、星2をね確実に取りたいっていう思いが強いんであればまあまあそういうね決め方をしてもありですね。まあ、唯一気をつけるべきは、バスターがね中心に向かう前に、どっかの施設に溶かされちゃうっていうことがないようにすることだけ、まあ、そこさえ気をつければ、まあ、星2を取るっていうこともまあ十分ね、まあ、クイヒーを織り交ぜながら攻めると、いけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、というところでこういうね、まあ、特に単装の、回路配置っていうのは少しまあ、星1で終わらされちゃうその恐怖感っていうのがあるんですけど、ここをあえてねもう力押しで一気に、外周をぶち壊しちゃってで最後に真ん中を突破するっていうね、まあ、そういう攻め方をしてみると、割と全開が取れてカモになりますので、逆にね、まあ、必要以上に恐れずに、思い切ってね力押しっていうのを、まあ、こんな感じで試してもらってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、ぜひね、いろんなパターンありますから、相手がこういう回路の場合には参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。